こんにちは。フィリピンに移住をして6年、マカティでヘアサロンのマネジメントと他のヘアサロンのプロデュースもしております、ヤッサンです。今回のフィリピンの歴史、エピソード2は、スペイン植民地支配からアメリカ植民地時代へです。今回もフィリピン人なら誰でも知っている英雄が登場します。スペイン植民地支配からのフィリピン独立革命は、1896年革命と1898年革命の2段階があり、そして米非戦争へと続きます。順を追っていく前に、まずこの革命のキーパーソン2人をご紹介。アンドレス・ボニファシオ。今やフィリピンでボニファシオといえば BGC ボニファシオグローバルシティ。私は日本から初めてフィリピンに訪れる人がいると、まずここに連れてきて今のフィリピンのイメージに驚いてもらう、そんな綺麗な未来都市ですね。その名前の由来、ボニファシオとは、リサールや他の英雄たちと違い貧しく家柄も低い家庭の生まれ。マニラにある保険会社の事務員として働く一方で、多くの外国語を独学で身につけ、他国の文化の中でも革命理論に感銘を受ける。リサールによるラ・リガ・フィリピナ、フィリピン同盟が結成されるとこれに参加。そしてリサールの逮捕ルケをきっかけにフィリピン同盟が解体すると、1892年独立革命を目指す秘密結社カティプナンをマニラ・トンド地区で創設。カティプナンの意味はちょっと長いのですが、母なる大地の息子たちと娘たちによる、もっと高貴にして敬愛されるべき会。フィリピンの方々には KKK のシンボルマークで知られています。リサールによって作られたフィリピン同盟の主要メンバーは知識階層。非暴力改革を目指していたのですが、スペイン関係の徹底的な弾圧を受けての解体。元メンバーのボニファシオは強硬手段武力闘争路線の下で、カビテ、バタンガス、ブラカン、ヌエバ・エハシなどに死者を拡大。1896年カプティナンによるフィリピン独立闘争を開始していくのだが、その後悲劇が。もう一人、エミリオ・アギナルド。父親が中華系メスティーソのエリート弁護士。四男として生まれ、17歳にしてバランガイ首長、25歳にして町長の職を引き継ぐ大地主。1895年マニラに訪れた際にボニファシオと出会い、その場でカプティナンに入会。翌年カプティナンの武装蜂起をきっかけに、地盤と資金力のあるカビテで独自の軍を編成。スペイン軍に勝利し、カビテ州を植民地から解放するが、後にフィリピン初代大統領となりますが、なぜ人気が今一つなのか、解説は後ほど。では1896年革命から、日本は日清戦争の直後ですね。ボニファシオが中心となって結成された秘密結社カプティナンもスペイン当局の弾圧を受け始め、焦ったボニファシオは8月30日に武装蜂起を開始。本部のあるマニラにはスペイン軍も戦力を集中。ボニファシオ革命軍は次々と苦戦を強いられる中、アギナルド革命軍は地盤のカビテ州で次々とスペイン軍に勝利、植民地を奪還。これを見たスペイン当局はリサールを再逮捕、銃殺刑に。見せしめとしたこの処刑だったが、カプティナンメンバーにも敬愛されていたリサールの死は革命軍をさらに活発化させることになっていきます。同時に下層階級を代表するボニファシオと上層階級を代表するアギナルド、それぞれの立場上対立をしていくことに。1897年3月22日テヘロス会議、カプティナン上層部による革命政府大統領の選挙が行われる。改革後、市民の平等を求めるボニファシオに対して、家柄、資産、戦果を持つアギナルドは146対80で勝利。スペイン植民地支配解放の目的は一緒でも、手にした権益を守りたいアギナルドと、出身家柄に関係なく平等を求めるボニファシオとの間には交わることのできない壁がありました。全権力を手中に収めたアギナルドはボニファシオの離反を恐れ、この後に拘束。5月10日ボニファシオを兄弟と共に処刑。意外な結末でしたが、それでもアギナルドではなくボニファシオの誕生日11月30日が今ではフィリピンのナショナルホリデーとなっていますね。ボニファシオが処刑をされたその後、スペイン軍は
本国より兵力を増強され、形勢は逆転。追い詰められたアギナルドは、スペイン帝国と平和協定という名の保身のための裏取引を結び、一旦香港に退却。しかしその一方で、残ったボニファシオ派は独立を目指し、各地でゲリラ戦を継続します。そして1898年革命4月、キューバ独立革命をきっかけとし、アメリカ合衆国とスペインの間で起きた米西戦争。香港に亡命中だったアギナルドは、アメリカ合衆国と独立支援の密約を取り付ける。5月、マニラ湾海戦のアメリカ勝利を機に、アギナルドはフィリピンへ帰還。本拠地であるカビテ州で独裁政権の樹立を宣言。6月12日には独立宣言を発し、大統領を就任。現在のフィリピン独立記念日となる日ですね。この時、革命政府の首相に任命されたのがアポリナリオ・マビニ。マビニに反応した人いるのでは。革命政府はアメリカ軍と連携し、8月中にはルソン中央部南タガログ地区をスペイン支配から解放、革命政府の支配下に置きます。しかし徐々にアメリカ合衆国の本来の思惑が。思惑とは、フィリピンからスペインを駆逐し、アジア市場への拠点を築くこと。つまりはアメリカによるフィリピンの植民地化。表向きはスペイン軍対フィリピン革命軍。8月13日、スペイン軍が滞在するマニラへ革命軍が総攻撃をかけると、あっけなくスペイン軍は降参。ただし降参したのは革命軍にではなく、アメリカ合衆国に対して。米西戦争の平和条約であるパリ条約により、スペインはアメリカへフィリピンの植民地支配を2000万ドルで譲渡した。要はフィリピンの植民地支配権をアメリカが買い取ったというわけですね。そして1899年、米非戦争へ。スペイン軍は去ったものの、アメリカとの協定を一方的に破られ不安定な状態に。そんな中、アギナルドはスペインからの独立を宣言。1月22日、フィリピン人によるフィリピン第一共和国が成立。ただこの時すでにフィリピンの統治権がスペインからアメリカ合衆国に譲渡されていたため、アメリカは第一共和国を認めず、共和国軍を反乱軍として鎮圧しようとしたため、2月にフィリピン兵の射殺事件をきっかけに米非戦争に突入。2月中にはマニラは完全にアメリカの手に落ちる。4月にはブラカン侵攻、6月には将軍暗殺、そして8月にはアメリカ本国より大規模部隊の到着。この時の司令官で、後にフィリピン植民地総督となったのがアーサー・マッカーサーであり、彼の三男が後にシャル・アイ・リターンのダグラス・マッカーサーです。ますます優勢なアメリカに対して、その行く手を阻んだのがアギナルドに処刑をされたボニファシオの一派によるゲリラ戦でした。1901年3月、圧倒的なアメリカ軍に捕らえられたアギナルドはアメリカ支配への忠誠を約束。これによりフィリピン第一共和国は崩壊。アギナルドはアメリカの言いなりとなり、共和国軍の部隊にも停戦と降伏を命じます。初代大統領とはいえ捕虜となり、自らの保身。アギナルドがいまいち人気のない理由ですね。ちなみにこのアギナルドがどうなったかというと、なんと95歳直前まで結構長生きをしています。憎まれっ子世になんとかじゃないですが、1935年には再度大統領選にも出馬も、この時は大敗。第二次世界大戦後も政治的セレモニーに何度か顔を出し、1962年には日本からの皇太子夫妻をカビテの自宅に招いたりもしているんですね。同年1901年7月、フィリピン政府はアメリカ軍の政権から明の政権に移行します。早々にアメリカに忠誠を誓った親米フィリピン人を政府機関に登用して、有力者を取り込むことでアメリカ統治体制の安定を図るものでした。1902年7月4日、アメリカの独立記念日、ルーズベルトの演説中、フィリピンの平定を宣言。
アメリカ合衆国議会で成立したフィリピン組織法を法的根拠に、陸軍長官ウィリアム・タフトの主導によってフィリピンの植民地化が進んでいきます。ちなみにこのウィリアム・タフト、4年後にアメリカ合衆国第27代大統領となります。ただこの時のフィリピン平定はアメリカ側の宣言であり、各地に散らばる反米ゲリラ部隊はまだまだ多数、革命軍勢力を完全に鎮圧し植民地支配体制を確立したのは少し先の1910年となります。米非戦争は結果アメリカの武力鎮圧で幕を閉じますが、この代償はフィリピン革命軍の戦死者1万2000人、アメリカ軍4500人、フィリピンの非戦闘員はなんと20万から100万人をも超えるとも言われております。とても大きなものでした。ところで2018年12月にサマール島の教会へバランギガの鐘を返還のニュースを覚えてますでしょうか。この鐘は共和国軍が奇襲の合図に使ったものを米非戦争後アメリカが戦利品として本国に持ち帰ったもので、歴史的遺産として返還されたものです。1907年フィリピン組織法の下でフィリピン議会が選出、アメリカ軍は南部のムスリムに対しても戦争を続け、1915年にはスペインの植民地にもならなかったスールー王国にもアメリカ合衆国の主権を認めさせ、フィリピン全土を平定。1916年米国議会でジョーンズ法、フィリピン自治法の可決、この法律でフィリピンの将来の独立が宣言され、上院下院の立法権を持つ議会の整備、アメリカ総督以外の行政機構、閣僚のフィリピン人化が進む、経済的にはアメリカ・フィリピン間の相互関税を免除、自由貿易体制を確立、サトウキビとマニラーサを中心とした輸出の拡大、マニラーサ栽培のためダバオ周辺には日本人移民が増え、また教育の拡充を通して英語の普及が進む。はい、今回はここまでですが、ボニファシオ、アギナルド、マビニ、タフトが出てきましたね。またサンミゲル将軍も実はいましたが、フィリピンビールの帝王サンミゲルとは関係ない模様です。次回はフィリピン、コモンウェルスと世界大戦突入と日本軍の上陸、こうご期待。はい、私の方もチャンネル登録といいねを期待しております。サラマッポ。